私非正武装するナレッジアーマードです。今回は北斗の拳の実写映画ということで、こちらが、先日地上波で初放送ということがありましたので、それを見た上でトモさんとお話ししてまいります。よろしくお願いします。はい、お願いします。この映画、知ってました？存在。いや、知りませんでした。あ、存在すら知らない。はい、すいませんでした。ちょっと私この缶中入りましていただきます。うん、この作品っていうのは、うん、1995年ですね。おに、一応これね、ハリウッドで完全映画化って書いて銘打ってるんですけど、はい、実際にはですね、東映の、まあ、やってる V シネマのアメリカ版という位置づけで制作されたらしいんです。ああ、なんでハリウッド映画ではないんですよ、厳密には。うん、うんうん、でこれがですね、1995年のものが2023年にの10月1日に、東京 MX で、まあ、北斗の拳が連載されて40周年を今年なので、それを記念して地上波初放送ということで、はい、いよいよテレビで見れる時代がやってきたということなんですが、はい、すごいですよこれ。あのね、まあ、北斗の拳って言ってるんですけど、このタイトルはですね、フィストオブザノーススターダーン出るわけですよまあ確かにフィストオブザノーススターなんですよ、北斗の拳って言ってみりゃなので、まあだからこれ原作知らない人からすると、まあ、ただのバイオレンス映画なんですね。はい、でも、まあこれは日本のもともと漫画が原作だっていう人が知ってる人がどれだけいたかっていう話なんですけど、やなんならこれ演じてる人たちですら知ってたのかどうかって怪しいみたいなところありますよね確かに。そうで、当時その V シネマのアメリカ版として2億円の予算をかけて作ったらしいっていうね。あ、2億円、はい、まあ、2億円でこういう映像作品って結構低予算ですよね。ああ、なんで、まあ、まあ監督はですね、あのトニー・ランデルという方が監督されてまして、これあのヘルレイザーとか結構そういったなんていうんですかね、SF ホラーっていうのかな、ヘルレイザーっていうのかな、まあそういったジャンル、まあ、まあバイオレンス系の映画の監督ですね、が手掛けてて、でケンシロウって言ってるんですけど、まあバリバリ青い目をしてるわけですね。でこの方がゲイリー・ダニエルズさんという方で、まあ、あのいい体はしてるんで、この方っていうのはまあ俳優というよりかも、まあ、マーシャルアーツの達人だったらしいんで、はい、なんで、まあ、まあ、しかるべきところからまあ持ってきてはいるというところ、はい、で真の役の人がコステス・マンドレワっていう人で、まあ、この方もまあまあまあ似てるっちゃ似てる雰囲気あるっちゃある感じっちゃ感じなんですよね。ロン毛でしたね。で、まあ、まあ結局この白人がやらないと、まあ、どうしようもないっていうところで、まあ、名前はケンシロとかシンとか、まあ、ユリアとか、まあまあね、まあ、ユリアってまあ 外国人もいるけどみたいなところなんですけど、うん、でこれで最初にあの冒頭でそのケンシロの、まあ、なんていう師匠って言いますか、あと親と言いますかの龍拳でも出てくるんですね。はい、で龍拳っていうのは、まあ、まあ北斗神拳のもともとその最初の伝承者で、でこっからこの北斗神拳っていうのは一子相伝だから、まあ、ラオウなのかトキなのかケンシロウかジャギなのかみたいなところが描写あったじゃないですか。まあ、ありますね。そういうのはもう全部なくなって、まあ、しょうがないですよ、まあ、2時間で1時間半で収めないといけないから、うん、なんですけど、この龍拳がの役があのマルコム・マクダウェルなんですよ、うん、このマルコム・マクダウェルって言ったらもう逆に我々もっと若い頃大好きなの時計仕掛けのオレンジのアレックスの人ですよね。アレックスだったんだこれ。そうなんですよ、アレックスがおじさんになって龍拳やってきてるんですよ、いうことなんで、まだよくよく見るとは確かに同じ目をしてるなっていうところが分かります。ああ。でまあ、このクラッチのリングを持ってるわ、はい、
でしょ。でもその今この普通に見逃してたわけですよ、龍拳として。まあでも見逃せちゃいますよそれ。なんであのまあまああとね、あとあのまあジャギみたいなやついたじゃないですか、頭がこう破裂しそうになってるのを、 あれジャッカルっていう役名なんですけど、まああれはあのクリス・ペンっていう方で、まああれですね、あのショーン・ペンの弟ですね、トゥルー・ラモアンスとか出てる、ね、有名な、はい、ショーン・ペンの弟ですね、がジャギ、まあ、ジャギみたいな役割の、まあ、ジャッカルっていうところなんですよね、うん、で唯一の日本人キャストとして、まあ、ユリアの役で鷲尾伊佐子様が出るわけですね。はい、鷲尾伊佐子様は90年代の半ばはまあ非常にもう麗しかったですね。鷲尾伊佐子って今どなたのさんでしたか。あ、わかんねえ、忘れちゃったな。鷲尾伊佐子ね、ね、検索しますよ。なんかこの前同じようなあれを見たんですよ。あ、中村徹だ。あ、そうなんだ、うん、じゃあ美男美女カップですね。そうそうそう、あ、そうだ、この時の鷲尾伊佐子様はまあ麗しかったですよね。まあユリアにこうぴったりというかですね。確かにちょっとオリエンタル、そうそう、なんで あのあれでしたよね、このちょうどやっぱ95年ぐらいにあの地上波でやってたさくらももこが原作かなんかのドラマ、うん、YMO 再生 YMO がポケットフルザレインボーが主題歌だったドラマに出てて、それでその時にインド人の役で出てたんですよ、ヒロインの。ああ、これ桜ももこランド、谷口、谷口六蔵商店、あ、1993年ですね、はいはい、です。加瀬大衆さんとかね、とかと出てたやつで、まあ、YMO ポケットが虹でいっぱい、これ出てたんですね。この時インド人の役で出てましたね。なるほど、うん、サビープラカーシュって書いてました。まあそのぐらいこうエキゾチックでオリエンタルな顔立ちされてるっていうことで、まあ素晴らしいキャスティングっていう感じなんですが、まあ一応ハートみたいな、なんか黒人みたいなのも出てたり、まあするんですよ。だから、あ、この人はこれなんだなみたいないうのも結構あったよね。そうですね、うん、で、まあ、まあぶっちゃけですよ、まあこのはい、もうこれもう ネタとしか思えできない、思えないような、まあねえ、ね、これね、何ていうんですか、こうガチでガチというよりもネタで、ネタとしてしか放送できないようなクオリティっていうところですかね。うん、そうですね、これは まとまって見ようと思うと精神が崩壊してますね。ちょっと何を見せられてるんだっていう感じのものだったり結構するんですけど、このなんだっけ、この前ワンピースが実写化されたじゃないですか、うん、であれはあれで僕は見てないですけど、なんかデビューされててよかったっていう、うん、みんなもよかったって言ってるじゃないですか。あれはあの実写化大成功でしたね。僕は全部見て、こちらの動画でも感想をし話しました。なんですけど、あのこういうね、北斗の拳今回の実写化、これこういうのがとても多かったから、うん、もうマイナスイメージがついちゃってるんですよ、こういうアニメと漫画の実写化っていうのに関しては。そうですよね、どうせこうなっちゃうんだろう、ドラゴンボールとかさ、なんだっけ、ひどかったですね、ストリートファイター2とかさ、うん、みんなもう、ああ、もうこれもう、何の拷問ですかっていう動画になっちゃうじゃないですか、そうなんですよね。あれ結局そういうクリエイターの意向っていうのが反映されなくて、よくわからないで寄ってくる大人の事情がすげえ反映されちゃうから、こうああなるんですよね。あ、うん、あれ出してくれ、ああやってくれっていう、なんかもう手こ入れがすごい入っちゃって、もともとの世界観を全部ぶち壊すような、結局そうやってやんないとお金出してくんないから、そうなっちゃうんですよね。だけど結局何のために作り上げた、これ作品としてまともにできてるのかっていう感じになっちゃうじゃないですか。なっちゃうんですよ、だからそういうお構いなしなんですよ、そういうリテラシーがないんだもん、お金出してくれるおじさんたちって。なんかもう、ああって感じ で、まあ、ちょっと今回のこれもそれに近いものがあって、だんだんなんか、あ、精神がなるべく崩壊しないように見せたんですけど、うん、あの僕が一番ああと思ってしまったのはですね、この北斗神拳をあたたたたってやってる時のそのあたたたたがもうどうしてもね、これなんか笑うしかないっていう感じで、ああそうそうそう
あれあのまあ我々が思ってるあの北斗百裂拳っていうのはあのあたたたたたってやってる間にもう奴らはもうべこべこに体が折れて、ね、死んでしなんかもうすでにもう僕ね圧倒的にやられてるっていう描写なんですが、この映画の解釈だとその時は効かないんですよね。そうだからあの小学生が北斗の拳ごっこしてるのをなんかテレビで見させられてるみたいな感じだったんで、うん、おいって思わずおいって突っ込んで、そうそうそう、だからあれこれっていうのはそのおい全然俺には効かねえぜっていうのが あってでももうすでにお前は飛行を疲れているのでもう死んでいるって言って後からかあのなんかもう体が膨張していってブワーって死んでしまうっていう、まあ、描写を優先したがためにやってる時は何をペチペチ叩いてるんだみたいな感じになってるっていうね。ちゃんとツボを押してるんですよあれっていうのは経絡飛行、ね、本当はね、ただ見せ方がちょっとちゃちくなっちゃったっていうところありますよね。そうなんですよ、うん、だなんでまあこの物語自体はそのスターウォーズよろしく始まるこの壮大な感じ、このあのブラックバックに青い文字が出てきて帝国軍のテーマ的な感じで始まって荒廃した大地みたいな感じでね、まあそんな感じですね、うん、とかそのあとはそのいろいろ間違ってる日本の解釈みたいなところがちょっとまた面白かったりとかするし、まあ、うん、まあ、そのね、青い目をした憲法の伝承者が現れてですよ。これまあね、あまあ神がですね、で龍拳のところに現れて、いやあの拳でどうにかするんじゃなくて、もいきなりピストルで龍拳を処刑するっていう。これもうあのなんで、ね、なんで、ね、フィストオブを根幹から揺るがすことをいきなりやってるっていうことですよね。これはちょっとビビっちゃった、最初にドギモンとかったですよね、ピストルと思って。そこですよ、ね、そう、まずそこで世界観ぶち壊しっていうところですね。でもまあジャギはなんかああいうショットガンみたいに使ってたんで、まあ、ちょっと卑怯者っていう感じがするんですけども、シンがそれやっちゃうのかって感じでしたね。確かに、うん、今回の映画で僕一番良かったのは、うん、あのケンシロウとシーンの声がちゃんとオリジナルに準じてたところだけが良かった。そう、これはですね、私はあのこの映画っていうのはそれこそ、まあ、2000年代に入ってからあのレンタルビデオ屋で借りてみたんですけど、それってあれだったんで、あの字幕版だったんで、それこそあの英語喋って、みんなが英語喋っててますますなんじゃこらだったんですよ、うん、なんですけど見てたの当時、もう見たことありますよ2000年代に。それがすごいわ。そう、探してみたんですよ、レンタルビデオ、新橋のツタヤにって書いてあるんですけど、なんですけど、それがすごい、すごいでしょ。それはすごい。なんだけど、今回その吹き替え版で放送してくれたんで、自分的には違和感がさらに払拭されて、もっと見れるものになってたんですよね。ちゃんと神谷明と古川敏夫が戦ってるんで。そうでした、ね、うん、なんでちゃんと「あたたたたたあせー!」って言ってるんで良かったんですよ。あのペチ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 とはなってるんですけど。ペチ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 ですね。ペチ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 ってなってるんですけど。うん、まあそういったこともあって、まあ、自分の中ではまあちょっと逆に良かったっていうのはあったんですけど、まあもう設定も結構やばくて、まあシーンはこのクロスマンっていう、まあ、軍団、まあなんと十字星なんで、まあ、クロスマンっていう軍団を率いてるわけですね。はい、でこれバットとリンが兄弟の設定なんですよ。これバットとリンっていうのはもともとみなしご同士で、素足の設定はね、後に結婚までするはずなんですよ。はい、でもまあ兄弟っていう感じになってたし、あ、で兄弟でした。でこのバットの役の男の子っていうのは、まあ、ちょっと黒人入ってるっぽい感じなんですけど、うん、この子は私あのパッなんかもう出た時にあのね、ロビン・ウィリアムズが主演したディズニー映画のフックっていうやつ、ピーターパンの映画フックってやつ、あ、フック、はい、あれに出てきた、あ、ネバーランドを最初仕切ってる少年たちを仕切ってるルフィオっていう少年がいて、
その子、うん、だーってすぐ分かったんですよ。わーこれルフィオじゃんっつって。あそうだった、これ、ダンテ・バスコさんっていう方なんですけど、うん、でこの方はまあ未だに俳優はちょいちょいやってるらしいですけど、やっぱ子役としてこう表立って出てたのはやっぱそのフックかこの作品かぐらいなんで、なんかもう、うん、その希少な作品であこれルフィオじゃんって気づけた自分って結構ちゃんと映画見てきたんだなってちょっと思っちゃいました、ね、そう。ただリンの役のナロナヘレンっていう女の子めちゃ可愛かったですね。ああ結構情報は乏しいので多分子役もねしかやってないっぽいんですけど、多分、うんはい、日系なのかハーフっぽくて可愛かったなっていう感じですよね、うん、っていうのがとか、まあまあキャスティング的にはそういうのがあったりとかして、でもこの映画ってもともと北斗の拳って それこそハリウッド映画であるマッドマックスの世界観を持ってきて作った話なのに、この本元がマッドマックスを知らないような作り方してるっていうところがすごいなと思って、うん、これマッドマックスをやればよかったのに、マッドマックス作ってるような地元なんだったら、うん、そのマッドマックスとカンフーを合わせたのが、まあ、北斗の拳だったわけですよ、うん、なのでそこのところの解釈がなんかちょっとうまくこう行き違いがあって、なんかなよくわからない世界観に なっちゃってたってところがありますよね。ね、ただそのこの何ていうんですか、核戦争の後の世界によって何かその降ってくる雨とかもまあ有毒な酸性雨で何かシュワシュワ言ってしまう雨っていう描写とかはまあ良かったなっていう感じします。ディストピアかなって、その辺がね良かったのがとか結構あったし、うん、まああとそのね南東政権は108の流派があって、まあまあその他の流派のやつがまあ挑んできて、この芯がねこのかなんていうんですか、筋肉のこのなんていうんですか筋を切ってねぶわーってこの関節からこうね倒すみたいな、ああいう描写はまあまあまあちゃんとやってたなっていう感じだったんですね。まあ確かに、うん、なんで言うほどひどくないなっていうのはもう見直した印象なんですよ。いや僕そのシーンで失笑しながら見てましたけど、なんだこれ、うん、でまあ、ほら街にこうあれがねそのクロスマンとかが来てきて略奪するシーンとかも長いんですけど、まあ、その辺はまあまあマッドマックス味もあってまあちょっと良かったなっていうのがあった見ましたですね。はい、うん、まあそのケンシロウがその覚醒することによってまあね北斗神拳の伝承者として強くなね、まあ目覚めるっていうまあ腕がまあ長いっていうのありますね。龍拳っていう人がなんか、うん、と断るごとにジェダイマスターみたいな感じでこう出てきてるのがちょっと受けました。そうもうこれ本当だからスターウォーズよろしく始まってるのはそこなんですよね。だからオビワンケノービーなんですよ、このマルコムマクダーベルが。なんかそんな、ね、ユアンマクレガーなんですよね。なんかそんな感じですね、うん、だと思いました。やっぱりでまあまあ大体そのバイオレンスアクションになるわけで、まあそうなるわなっていう感じですけどね、うんうん、でまあユリアは死んだって、まあ、シーンは嘘ついて、まあ、卑怯なんですよね結構終始シーンは、はい、うん、でまあまあ結構やっぱ南斗政権で強くて結構強くて、まあ、ケンシロウの剣もこのねあの手足の剣を切られてまあ動けなくなったりとかしちゃうみたいなさ、うんうん、とか結構その鷲尾いさこさんユリアがこの、まあ、ジャッカルに襲われて、まあ、あんなところでアクションやったら、まあ、それはもう歯車に巻き込まれるのはもうあれと一緒ですよね、もうあのカリオストの城と同じで、まあ、あんなところでやったら誰かが歯車に絶対巻き込まれるんですよ。であの顔をあの押さえてるバンド食い込み作戦みたいなのが大成功みたいな感じで、うん、まあまあそういったなんかフラグとかもまあ簡単に立ててもまあ面白かったですね。まあそういう意味で、まあユリアは生きていたラストっていうのがまあまあまあだから1時間半で収めるにはまあ仕方がないっすよね。
あ、まあね、原作はほら自分も自分から自ら身を投げて死んでしまってる状態でいたわけだから、はい、うん、あ、まあ、あ、全く違う話だったですねしかも バット死んじゃうし、あ、バット死んじゃったそうそう、バット死ねんですよどういうことだよって思ったルフィを、そう、でもなんかなんで死んだのかよく分かんないし、そう、まあ、何らかのあのいたぶられ方をして死んだんですけどもうなんか突っ込みどころしかなくて、もそうですね、まあ、あ、だから結構その自分的には内容全く覚えてないですよ、やっぱりその20年前ぐらいに見た時には、はいはい、ただまあ衝撃がそのシンがその南都政権の伝承者なのになんかもう拳銃使っちゃうのかよっていうなんかイメージがずっとあって冒頭でね、そうそう、だからなんか自分の中の記憶違いでラストバトルでケンシロウに向かってピストル打ち出すっていうずっとそういうイメージでいたんですけど、実際は冒頭でいきなりもう出落ちみたいな感じで龍拳にやっちゃってたっていうことがもう見返してなんか思い出しました、はい、記憶違いするぐらいもう衝撃的だったっていう確かに、まあ、っていう、なかなかの、見応えのある作品だったですね。だからこういうのが何回もいいけどこういうのがあるからその実写化に対するこうあーダメだよ実写化はっていうのになっちゃうんだけど、でも最近はちゃんと原作者もあのちゃんと監修するしお金もちゃんとかけるから、うん、だからワンピースとかは成功してるっぽいけど、だからまああれですよね、この平成のあーなんかこう実写は失敗するモデルケースになってしまったっていう、そうそうですよ、本当にもう、もともとやっぱりあのアニメーションのイメージがあるからあれを実写に持っていくこと自体がなかなか無理がありますよね。ああ、そうなんですよね。そもそも実写でやる必要があるのかっていうことをずっと言われてますよね。いや、本当、もう俺ずっとさっきからあの北斗の拳の、うん、実写化のジャケット見てますけど、うんうん、まあイケメンだけど、ケンシロウかと言われると、ケンシロウですかね、みたいな。まあ、でもその後、日本初の北斗拳実写化とか言って、ね、あれじゃないですか、またやってたじゃないですか、これ誰がですか、ね、伊藤秀明、あ、伊藤秀明あ、でも北斗のあのケンシロウって昔から阿部寛が合ってるみたいなこと言われてましたよね。ああ、阿部寛、確かに なんとなくそんな感じする、そうそう、はいはい、なんでまああれなんですよ、この多分この原哲夫的にはあのブルース・リーなんですよ。ああ、なるほどね、多分、うん、なんでまあそういったいろんな人の思惑が交錯しつつもまあそれは地上波でとかで やらんわなみたいな感じの映画でしたね今まで。ホットエックスってところがいいですね。いいですね。で北斗の拳はこの今年連載開始40周年迎えたことによって、うん、六本木ヒルズで原画展やるんですよね。10月の7日あさってぐらいから、あ、はい、やるんですよ。なんでちょっと機会がタイミングがさえ合えばちょっとあの生原稿のラオウとかケンシロウ見に行きたいなってちょっと思ってますね。だし、はい、あ、リメイクされないの？あ、そう されるんですよ。それが40周年にの日にあのリメイクもう一回アニメ化されますっていうのがアナウンスされて、あ、やっぱりそうか、そういうのもあったんだ。そうそう、なんか最近よくリメイクが多いんで、だ最近本当あの筋肉マンもリメイクされるって言ってるし、そう、筋肉マンも、うん、まあセイントセイヤだからずっとリメイクされ続けてるんで、まあ、今更だし、ああ、うん、まあ、この間ね、あなた真剣佑の、セイントセイヤ映画館に見に行ってきましたけど観客3人だったんですね私含めて3人だったんですけど、なるほど、なんでそういうリメイク、まあだから リメイク
の論争ってあるじゃないですか。今やってるルローニケンシンだってツークールぶち抜きですごい気合入って作ってんのに誰も話題にしてないんですよ、もう、うん、なんでやっぱそのやっぱリメイクの限界も見えてきたなっていうところありますよね。これはあでもなんだっけ、ルローニケンシンの実写化はよくやってんなって思いましたけどね、逆に。そうあれ佐藤健のやつは実写化の中では大成功した例として認識されてますよね、世間的に。アクションシーンがかっこよかったじゃないですか。かっこよかった。さっき言ったその北斗の拳のアタタタタみたいな、なんかお遊戯会みたいなの見せられてるのかなっていうのをちょっと思っちゃったんですけど、うん、でもちゃんと日村剣心ね、抜刀斎のアクション、うん、どうやって撮るのか分かんないけど、ものすごい迫力があって、おすごいいいじゃんって思って見てました。よかったですね、実際。まあ、なんでそういったまあ成功した例もあるので、まあ一概には言えないけど、まあ今後もまあ実写じゃないにしろリメイクが続くということで、まあその都度我々子供の頃から好きだったファンは見てがっかりするのか、がっかりするから見ないのか、見て感心するのか分かんないですけど、まあちょっと見守っていきたいところではありますってところですかね。はい、はい、歯切れの悪い落としどころでございましたけど、今回は北斗の拳の、ハリウッドじゃないんだけど、実写映画が東京 MX で初放送されたということで、それを無理やり見ていただいて感想戦させていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。